はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、ぎこちゃんです。ザー、今夜の蓬莱に向けて倒幕伝、これが来てるんですけども、これを引いていきたいと思います。で、最初のたった3体で挑むんだけれども、まずアンチダメージウォールのキャラクター出ない限りはほぼ C 確定というか、反射タイプが出ても C 確定、非常に難しい問題です。まあ C 確定だったとしてもね、果敢に挑む動画を出そうかと思うんですけども、おそらく反射タイプかつアンチダメージウォール持ってないキャラクター出た場合はステージ1で死ぬと思いますが、ご了承ください。そしてね、ケース買いました、 iPhone のこちらですね。よく見るとね、これね、リトルミーだっけ、のケースにしました。赤だからかっこよかったんだけどね、なぜか柄がミーだったっていう。はい、ということで、いざ引いていくでござそうろう。まずは、厄落とし。厄落とし、頼む。この倒幕伝は、ヘングレとか出るから、キャー、終わったー。あ、違う。これはただの厄落としだから。これは違います、皆さん。ダメ、こんなものは認めない。こんなものは認めません。これは、まあ、ただの役落としだから、10連からのキャラクターにさせてください。これダメです。そんなつまんない動画見たくないでしょ。役落としので出た場合は、まあ、なしということで。いきます。じゃあ、まずは10連目。まずはね、すごいここが痒いんだけども、まあ、ピックアップのキャラクター欲しいよね。ストライクショット、さっきのね、違うから。あれは幻だ。こっからだから。20連目いこう。はいよー。はいほー。仕事が嫌い。なんだなんだなんだんだんだん、はいほー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 、仕事が嫌い。頼む、ピックアップの3人出て、それが出ないと始まらない倒幕伝。次行きましょう。ダンダダダンダダンダンダダンダンダンダダダンダダンダンダダンダンダダダンダダンダンダダンダンダンダダダンダダンダンダダン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 、ヘングレ。1体目はサンゴに決定しました。サンゴばっか、お前なんで出てきたここで。まあでも貫通アンチダメージオールだからいいとは思うんですけど、まずワンパンできない時点でかなりもう終わりに近い。じゃあ2人目探しましょう。まず1人目サンゴですね。2人目の勇者はこいつだ。ストライクショット、ヨーヨー、ヘングレイ、ヘングレイ来い。深くね、この場所やっぱり闇が深すぎるんだけど、ちょっとついていけないかもしれない。ソフトの離れ方と、このソフトの離れ方。2人目の勇者よ、いでよ。やばい、やばすぎる。さあ、2人目の勇者よ、出てこい。ちょっと、もうちょっとよく考えてくれ、エクストラックさん。結構無課金のユーザー多いんだぞ。もうちょっと出しやすくしてくれ。さ、2人目の勇者、出てこい。よし、要戦な。2人目の勇者、あー、やべ、飛ばしちゃったよ。
陽線ね。オッケーオッケーオッケー。サンゴ陽線、そしてガイパーイ。右か。サンゴ陽線ときたらヘンゼル&グレーテルでしょ。ヘングレ。よっしゃー、3人目これか。これはでかい。サンゴお前もうやめろー。